長野駅北口、今日もご利用ご通勤の皆様、おはようございます。お気をつけていってらっしゃいませ。元東京都議会議員、今は育児支援と防災抑止と平らな歩道の中野を作る会、こういう会で活動をいたしております、吉田浩一郎と申します。私も中野生まれ、中野育ちで、ありがとうございます、お世話になっております、ございます。そしてこの中野駅から11年間、国会議員の秘書の時を含めれば14年間、この中野駅北口から皆様とご一緒にサラリーマンとしてラッシュに揉まれて通勤をしてきた一人でございます。そして皆様のお力で東京都議会議員として7年間使っていただいてまいりました。そのような経験を積ませていただいた人間から見て、我が愛する中野区は全国最低のものが3つもある、この状況が少しも改善しない、変わらない、これに大変歯がみをする思いでございます。改めて皆様に認識していただきたいんですけれども、中野区は全国最低が3つもあるんです。1つ目は全国で最も出生率が低い、子育てに支援がない自治体です。23区26市、他の自治体と比べても中野区は子育てに予算を振り向けていない。よその先進国と比べればもう月とすっぽんというかどうしようもない格差であります。今日本全体の問題は少子化です。高齢化というのは問題ではありません。めでたいことです。問題は寿命が伸びて高齢者の方が多いことが問題なのではなくて、その方々をしっかりと支えられる昔と同じだけの子どもたちが生まれてこない、育てられていない、どんどん子どもが減っていく、先細りしていく、この状況こそが問題でございます。日本は高齢者の予算がよその先進国と同じぐらいあります。130兆円ぐらい。しかし子育てへの支援の予算がよその先進国の4分の1とか3分の1しかありません。10兆円くらい。だから高齢者に安心してもらおうと思っても子供が生まれない、減っていくので将来が確保できない、種まきを確保しない、次の来年のために種まきをしない、先食いをする、これが今の日本の政治であり、そして中野の行政、これを私は変えなければいけないと都議会議員をさせていただいていた時からずっと訴えてまいりました。私はぜひ今度の6月10日区長選の後はこの全国最低の出生率の中野区の状況を変える、0歳児には月々3万円の子ども手当を国と別途支給をする、1歳児2歳児には1人当たり月々1万円の子ども手当を支給をする、今の1400億円の中野区の財政では最初はここからスタートするしかないと思っております。しかしこの後中野の財政構造をどんどん変えていって、もっともっと支給対象年齢、あるいは支給額、こういうものをフランスに向けて引き上げる努力をしてまいりたい。今中野区、他の区も大体0歳児を1人保育所に預ける額を1人分増やすと月々40万円支出が増えます。0歳児を区が預かる保育所を1つ1人分増やすと月々40万円中野区は支出が増える。しかし月々40万円かけてもお子さん1人しか預かる人数を増やすことができない。そしてその枠から漏れた方はその40万円のサービス、住民サービスのメリットを受けることができない。まずはお子さんを保育所に預ける
預けないに関わらず、とにかくお子さん一人当たりに子ども手当をしっかりと出していく、そしてその子ども手当の中から保育所に預ける方は預ける費用に回していただく、預ける状況でない方はご自身で自分でお育てになることの予算に使っていただく、これが平等なというか、誰にでも平等に子育てに対して行政が支援をする、そういうことになります。ぜひフランス並みの育児支援、これを目標にちょっとずつ全国最低の出生率の中野から全国でも子育てにきめ細かく支援のある中野区に変える、ぜひ私吉田浩一郎に平成17年東京都議会に皆様に送り込んでいただいた私の都議会の初質問は東京から子育て革命を、こういう質疑でありました。なかなかやらない、ぜひ中野区からこれを始める、皆様にこの中野、子供が生まれたらよそに引っ越す中野区から、子供ができたら中野に引っ越したいよね、こういう中野区に6月から帰る、このように皆様のご選択をいただきたい、お願いを申し上げます。中野駅北口、今日もご利用ご通勤の皆様、おはようございます。元東京都議会議員、そして今は育児支援と防災緑地、平らな歩道の中野を作る会、こういう活動をしております、吉田浩一郎でございます。私も中野生まれ中野育ちの人間の一人として、そして皆様とご一緒にダッシュに揉まれて11年サラリーマンとしてこの中野駅北口から通勤し、そしてその後3年間は国会議員の政策記者としてダッシュに揉まれて永田町に通勤をしておりましたけれども、民間でサラリーマンとして税金をもらって働くのではなく、税金を払って働く仕事をしてまいりました。私、吉田浩一郎、今の中野区が皆様は税金の支払いがいがない区だな、このように思っております。今日はぜひ一つ確認をしていただきたいんですけれども、中野区は全国最低というものが3つも、生まれ育った私も大好きな中野区ですけれども、3つの悲しいお知らせがあります。1つ目申し上げます。中野は全国で最も出生率が低い、過去20年間全国ワースト4という出生率の低さが、はい、どうも、また何かあったの、はい、はい、本日は平日はこの中野駅北口、私吉田浩一郎と、たまたまご一緒に市川海老乗区議がまた市長選挙に向けて活動をされておりまして、喧嘩などしないでお互いにいろいろと融通をし合って、今日は吉田君がこの中野駅の北口エレベーター前でやっていいよ、このように温かくご判断をいただきましたものですから、こちらで早朝よりお訴えを続けてまいりました。また市川実候補予定者、市川実区議会、中野区議会議員にも本当にご検討、中野を良くしたいという思いはご一緒でありますので、この選挙が終わりましてもともとも力を合わせてこの中野区民の皆様のために働かせていただきたいと思います。